はい、本日はグレーゾーン討論会でございます。はい、これはですね、グレーゾーンであるというものを一つ提示してもらい、おのおの賛成反対のカードを引きます。反対のカードを引いたら反対であると主張して、賛成であったら賛成であると主張、それでどちらが、正しいと認められたかを競うゲームでございます。はい、それではまず賛成派か反対か。これは怖いな。おお、賛成派です。はい、僕は反対派です。はい、それでは討論していただく、はい、お題は、はい、居酒屋バーなどでのチャージ料、うん、お通し代となっているものです。うんうんうん、これが果たしていいことなのか悪いことなのかという討論。はい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 。討論の時間2分、用意スタート。はい、いや、これは賛成だと思います。どうして賛成だと思いますか？あれは、はい、あのビールが来るまでの間にお通しって言って、来るまでの間に料理を楽しんでてくださいという簡単なものを出して、その間の時間を埋めるためのものですから。でもあまりその使われ食材が自分の嫌いなものとかだった場合も、うん、跳ねのけられないわけでしょ。いや、基本跳ねのけていいんですよ、あれ。え、でも基本でもそれを跳ねのけてもチャージを返ってきちゃうわけですね。お金を払う。チャージはだからそこは席代ですよね、その場合はね。席代っていうのはちょっとなんか気に食わないです。だから、はいはい、あくまでお通しがサービスで来てます。はいはい。そのお通しを跳ねのけた時に、うん、その代がその人だけ免除になるなりし、他のものを出すとかそういうことはあんまりできてないんじゃないかってことを言いたい。そうです。その場合は全席代ですから、その場合はだから居酒屋は利用しちゃいけないんですよね。あ、居酒屋はもう全員それやってるってことですから。でもそういうサービスを充実させてほしいんですよ、やっぱり。これからね、いろんな居酒屋がいっぱい出てきて、そういうサービスを充実させた方が、うん、これからの居酒屋先行けるんじゃないですか。あ、この店は僕の嫌いな食材をちゃんと出してくれる、そういうことも出てきてくれる、サービスを充実させてほしいってことですよ。いや、サービスは充実してます。いや、充実してない店もあるんですよ、やっぱり。それが、いや、それはその店に行かなくてもいいです。サービスだ、その店に行かなくてもいいです。だから、今草木さんの話だと、はい、お通し代を俺は食べられないから出さないでくれって言った時に、うん、席代を取られるっていうのがちょっと納得いかないんですよ。その場合はだから取られない店を選べばいいです、ね。残り30秒。もうあるあります、あります。全然あります。だ。だとしたらまあ賛成は。あれあれ。全然ありますから。そういう居酒屋を選んでいってください、平島さんは。ね、じゃあそのあれもしたら僕は見えないな。たくさん実はありますからし、はい、探せばね。そういう勇気がちょっと必要なっていうのはちょっと心苦しいですけど。十。空気を作ってほしい。うん。家の空気を作ってほしい。5、4、3、2、1。はい、時間です。勝てる人ないだろ。いや、これはもう負けだって言ってんだ。はい、勝者草分け慎太郎。これはね、これ勝てないよ、まあ、抽選だからね、うん、これ実際自分がどう思ってるかは別で。お通しはいらないよ、あれ。いらないよね、あれ。ふざけんなってことだよ。でもまあグレーでいいになっちゃってんじゃん、うん、白になってるからさ、うん。では第2回戦、はい、では、よっしゃ、林対カジノ、はい、では、はいはい、カード引いてください。はい、はい、じゃあここから、はい、反対、はい、賛成です。さあ、テーマは、テーマですね、ちょっとよく注目しておいてくださいね、うん、あの先輩と後輩が、うん、食事に行って、はい、先輩が、あ、今日は俺出すよ、はい、はい、で、後輩が、いやいいですいいです、うん、ね、まあいや大丈夫、うん、出しますんで、いやいいよいいよ俺が出すよ先輩今回、うん、いやいや大丈夫ですって後輩が、うん、ああもう本当大丈夫なんです。そしたら先輩、あ、そっか、じゃあ割り勘で行こうか、うん、っていうこのくだり、うん、この先輩の行為、これはいいのか悪いのか。今2回ぐらいくだりありましたからね、まあ、やり取りがね、ありましたね、うん、一応その後輩の気持ちを、うん、あのいいよいいよとは言った上でってことです、うん、お前出さなくていいよって言った上でだけど、うん、そう、一発で折れたわけでもないんですよね。はい、うん、そこの微妙なところは、ね、はい、はい、じゃあ、はい、お願いします。討論スタート。はい、これだっていいよって言ってるわけですから後輩は。そうですね、うん、まあだからまあまあじゃあっていうことですよね。まあだからそういうふうに、それはもういいと思います。ありありあり、先輩側が払うことの方が根本的には、うん、あの美しい所作、まずまずそうですよね、うんうん、そうそう、それに対して後輩側がいや心地よく怒らせてあげないといけないんですよ、うん、ああそういうこと、一応そこ全部、いやだったらもうそれいらないでしょ。全部僕が出しますっていうのも心があって言うべきだと思うんですよ、うん、だから受け入れるのもまあありじゃないかなっていう、
ことです。じゃあ寺島さんにちょっと判断してもらいましょうかね。難しいな。難しいとこだったね。これでもね、響いたのはやっぱり心。あ心のね、カズノさんのやりとり響きましたわ。カズノさんの、はいはい、じゃあ勝ちでやったなんとなくですけど、これはグレーゾーンですからね。もうグレーゾーン割り勘でいいんだね。これは割り勘でいいってことになりますけどね。これやっぱね、自分の心と違うことやるって厳しいですね。本当違う。お前言っただろうと思うもん。後輩が本当違う。お前本当はだってしょうがないよ。お前いいですいいです。はい、じゃあ先に聞いてください。はい、僕は賛成。はい、じゃあ反対です。はい、はい、お題です。電車内よく見かける女性の化粧、うん、ありかなしか。はい、では討論スタート。はい、もちろんそれは賛成です。はい、まず化粧しちゃダメっていうルールはないですから。見た人が不愉快になるって言いますけど、それ言ったら寝るっていう行為だってそうだし、それはいろんなことが当てはまっちゃいます。ちょっとそれはね、見てる側の神経の過敏さがちょっと気になりますね。音じゃなくて勝手に耳に入ってくるものじゃないですから。で、第3に女性が化粧してるとこ見れるんですよ。それ楽しくないですか？いや、このベクトルで考えたらすごくハッピーですよ。はい、いや、これこんな嬉しいことはないと思うんですよね。急にそれはやっぱり反対ですよ。それはね、寝てるのとは違いますから。それやっぱりね、女性最初から完成させて飛び出してきてほしいわけです。すごいちょっと高い願望。いや、高いっていうか、ね、綺麗にする目的ですから、うん、そのなんていうか部分を見せたらやっぱり良くないし、うん、なんか動きもあるから気になります、それは。いや、それは電車内でっていうか、もう外でやらないでほしいとすら思ってますよ、僕は。そうそうです。だから、やっぱりダメかなっていう。それちょっとやっぱ決めつけが強い気がする。綺麗であってほしいっていう。願望でしょ、それあくまで。自分の願望のジレンマでしょ、だから。願望っていうか、みんなそうじゃないですか。女性はやっぱ美しくあって出てきてほしいっていう。いや、美しくあってほしいんですよね。でも、そういう汚いとことか見たくないっていう。それ汚いとこじゃないのよ、化粧してる最中。10見たくないっていう。わぁ、だから、さなぎが、さなぎが孵化するように。さなぎは気持ち悪いじゃないですか。いや、見てみたらね、結構感動するんだよ。ストップ。じゃあ、一緒にせーので刺してみますか。せーの、カジノさん。草木さん。割れた。いや、でも、2人で割れてますからね。じゃあもうワンフレーズずついきましょう。ワンフレーズ、うん、やっぱ化粧してるとそれ匂いとかもありますから、うん、それが迷惑になる時もあるんじゃないかなと思います。はい、基本化粧してる時にかかわらず、してたらもう匂いがありますから、それはあんま関係ないと思いますけど。そもそも化粧してる段階で好きな人の前で化粧してるとこは見せないですから、もうその時点で周りのやつに興味はないんです。だからそいつがどうこう言うなんて、もう諦めなさいってことですよ。どうこう言うんじゃねえよって、興味相手にされてないやつらがってことです。どうしますか。だったら僕の言ったように興奮のベクトルで見なさいって。それだって全員得すんだから。女も男も。じゃあ寺島さんどうぞ。俺いいですよ。結局俺だよ。いいですよ。まあやっぱり論破してますか。カイトさんの意見を論破したから、これは論破したからか。やっぱね、用意しますか。僕やっぱ引っかかったのは、化粧してる様が嬉しいっていう風に主観が入ってきた。俺嬉しくねえぞってやっぱ入ってきた。この考え方にすればみんな得すんだよ。みんなってまさにこのこと。嬉しくないんだもん、だって。だからね、そこの自分の感情もありますね、これね。やっぱりね、そう、俺もね、見たい気持ちがちょっとあ、そうか。俺もジャックさん、明けさん、どうやって出来上がっていくのかとか興味がありますあります。あるかなと思っちゃいましたね。匂いと確かにね、綺麗にしてる様見せてどうすんだよ、同じように僕は思ったんです。それは思うけどね。ねえ、それは完成グレーゾーンだな。はいね、本当なかなか決めづらいものもありますね。グレーゾーン、グレーゾーンだからね、そもそも。そうですね、以上です。はい。